足立さん、はい、これでよく眠れますよ。渡されたのは容器のようなもの。一体どうやって使うのでしょうか。この黒いところに手を当ててみていただいていいですか。ここですか。はい、2つありますね。はい、包み込むようにお願いします。手を包み込むように。お、あら、真ん中の部分何か光ってますね。はい、これで約10秒ほどお待ちいただけますと着火します。着火。はい、これでもう大丈夫です。え、燃えるんですか、これで。はい、あら燃えてきた。はい、ね、本物の火、ね、はい、本物の火なんです。今日のトレタマは手を触れただけで炎がつく装置です。その仕組みは、本体の底の部分にですね、炭酸の乾熱を4つ使用しております。はい、その電力を用いて電熱線を赤熱させているという仕組みになってます。作品の中を覗いてみると小さな電熱線が見えます。手が触れてタッチセンサーが反応すると乾電池の電力で電熱線の温度がおよそ800度に上昇します。それが前後に動き固形の燃料に触れて着火をします。この炎、どのような効果があるのでしょうか。炎のこういった不規則な揺らぎだとか、あとは暖色系のもの、こういった赤やオレンジ色のものですね、はい、そういったものを目にすることで、安眠につながりやすいっていうとよく言われております。ある民間企業の調査によりますと30代から40代の女性で睡眠に満足している人は 10% ほど。少ないですね。はい、その現状を炎で改善したいと言います。瞑想だとかそういった気持ちを落ち着かせたりするっていうところもですね、そういった場面でも活躍できればと考えております。この商品はクラウドファンディングのサイトで資金が集まり次第販売する予定だということです。はい、この豊臣という開発した企業はストーブなどの暖房器具メーカーの老舗なんですけれども、暖房器具も電気を使うものの方が多くなってきている中で、この新しい炎のあり方というのを社内ベンチャーで考えた結果、こういうリラクゼーションの機械が生まれたということです。で、炎がつく仕組みというのもストーブの点火と同じような仕組みになっていました。アロマキャンドルは灯せません。アロマも使えるんですか。タブレットが別で、はい、ついています。それは嬉しい。で、火は15分ほどで自然に消えるということでした。そうですか。はい、トレンド卵でした。